鮫島タイムスです。小池百合子知事は説明責任を果たさず逃げまくり、マスコミは完全スルー。元側近が実名で学歴詐称疑惑の隠蔽工作を文藝春秋に暴露しました。マスコミはなぜ小池知事の疑惑を追及しないのか。元朝日新聞政治部デスクの私が内情を解説します。小池知事は4年前の都知事選挙の直前、カイロ大学を卒業したというこの学歴を詐称した。こんな疑惑を打ち消すため、カイロ大学に卒業を証明する声明文を出してもらう、こんな偽装工作を行ったんだ。今回文藝春秋に出た元側近の告発手記はこうした経緯を暴露しています。これに対して小池知事は代理人を通じて文藝春秋に対し、回答する義務はない、回答する必要性もない、こう開き直りました。一切無視して逃げまくる、こんな姿勢は明確です。本来ならマスコミはこの小池知事を徹底的に追いかけまくって説明責任を求めなきゃいけない。ところが今回マスコミ各社は完全スルー。この疑惑を追いかけているのは文春など週刊誌メディア、そしてネットメディアばかりです。そもそもマスコミは完全な縦割り組織。朝日新聞の場合2000人ぐらい記者がいるけども、結局政治部、経済部、社会部、スポーツ、文化部、こうやってこと細かく担当が分かれている。各部の中でさらに担当が決まって、結局東京都政を担当するのは 4,5 人程度のわずかな記者しかいないんです。そしてこの小池知事を担当しているのが社会部、小池知事とべったりなんです。前回知事選の際も学歴詐称疑惑が浮上しましたが、この時も完全にスルーしていました。カイロ大学は卒業しましたよ、こんな声明を出すと、その真偽を確かめることなく、その後も小池べったり報道を続けたんです。本来ならカイロ大学の学長に取材をするとか、こういう作業はあってしかるべきなのに、単にエジプト大使館がカイロ大学の声明を Facebook に公表した、これだけをもって収束、あと何も裏を取らなかった。社会部というと皆さん反権力というイメージがあるかもしれませんが、これは大きな間違いです。私新聞記者27年やってきたけども、社会部ほど自分たちの取材相手の当局にべったりな記者集団はありません。これは政治部や経済部よりもひどい。社会部が担当するのは警察、検察、国税、まさに人を逮捕したりお金を取ったり、そういう権力を行使できる役所、これを社会部が担当している。本来反権力の社会部がこれを担当するのは、こうした権力が不正に使われないように見張ること、ここに一番の目的があるのに、実際各社社会部の記者たちは自分たちの取材相手、警察、検察、国税、こことべったり。こうした捜査当局が政治家を捜査するときだけは一緒になって政治家を叩く。だから反権力のイメージがあるけども、裏を返せば政治家が捜査を止めた場合はこれ無視します。本当に悪い政治家を捜査しなくても放置します。これが社会部の実態。つまり捜査当局と一体化してるんです。その典型が自民党の裏金事件でした。当初は新聞赤旗とか大学教授は5つの派閥、安倍派、麻生派、茂木派、岸田派、二階派、この5つの派閥を刑事告発したんです。そしてこの捜査は安倍派、二階派、岸田派、この3つの派閥だけだった。主流派の麻生派と茂木派については最初から検察は捜査の対象外としたんです。そしたらマスコミ各社はこの3つの派閥、安倍派、二階派、岸田派のことしか記事にしない。まさに検察が思い描くストーリーをそのまま垂れ流す。これが社会部マスコミの事件報道の実態です。そして結局有力政治家を逮捕起訴することなく、事件が中途半端に収束しても社会部は検察当局を批判しません。検事総長に記者会見を要求することもない。まさに言いなりなんです。この構図は警察でも国税でも、そして宮内庁でも全く同じです。そしてもう一つ、この社会部の牙城が東京都庁なんです。
東京都にはマスコミ各社の本社があります。大阪では府も市も維新が牛耳っている。だから関西メディアは維新とべったり持ち上げ報道を繰り返してきました。同じ構図が東京でも当てはまる。やはりマスコミ各社、東京に本拠地がある、東京都には頭が上がらない、そこで都知事にはべったりなんです。様々な利権がある。近年では東京オリンピックという巨大利権もありました。全国紙がこの東京オリンピックのスポンサーになっていたのは皆さんご存知ですよね。そんな立場で東京オリンピックや東京都政を厳しく批判することができない。小池知事にべったりな背景にはマスコミ各社のこうした利権もあるんです。マスコミが東京都知事を批判するのは捜査当局が動いたり自ら謝ったりしたばかり。小池さんのように私は関係ないは知りません、悪くありません、こう開き直られると結局マスコミは記事にしてこなかった。この構図は文春法が暴いた旧ジャニーズの性加害事件、そして木原誠二氏の疑惑、これと全く同じです。木原事件の場合は警察庁長官が早々に事件性はないこう表明してしまったから、マスコミ各社社会部は一切木原疑惑を取り上げなかった。結局は自分たちの価値観でこれはおかしいぞ、追及しなきゃいけない、そういう基準で報道しているんじゃない、世論の批判が高まったり企業が動いたり、そうして最後これはもうこの人持たないな、そうなって初めて報道する。これが日本のマスコミの悲しい現実です。そもそも小池さん、この4月の衆院東京15区補欠選挙、ここに電撃出馬して国政復帰を果たし、自民党に復党して自民党総裁選出馬する、そして初の女性総理を目指す、こんな道筋を描いていました。これを断念することになった最大の理由はこの学歴詐称疑惑の再燃です。学歴詐称疑惑を報道しないで政治の動きを正しく伝えることなどできるのでしょうか。結局この学歴詐称疑惑がスタートとなり、小池不出馬、乙武擁立、それに公明が反発して逃げる、自民党も推薦できない、こうした流れで補選、自民党惨敗の可能性が強まってるんです。スタートは全てこの学歴詐称疑惑、ここを報道しないで政治の動きが正しく伝えられるわけがありません。今後小池さんが観念してもう政界引退します、都知事選7月の都知事選も出馬しません、こう諦めて初めて報道する、こんなみっともない姿をさらけ出すことになるんじゃないでしょうか。マスコミしっかりしてください。鮫島タイムスはどこにも忖度せず、自由な立場から政治の動きをどこよりも分かりやすく早くお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。